与えたかんな、やっぱりああいうのはメディアは。東安堵の交差点です。東安堵、これが確かに県道109やったかな。これはもう奈良市ですわ。奈良市のゴンベさん、ここも県道ではないので交差点名上がっている名場はありません。富本健吉さんのあの資料館の中に何か一本土井港があるいうことを以前聞いてその話やってたら、もうあの記念館はもうありませんよと、ホテルに売却して古民家のようにで、高い段が1日最高で2組ぐらいの宿泊客を入れておると、一人なんか7万8万とか言うとったら、そんな値打ち取れるんかな。そんな綺麗な景色もないし、そんな美味しいもん出へんしやな。みんな飽食だからもうな、どこ行っても美味しいもんがあるからな。金あまり現象やな。あ、こんなとこバス通っとんね。あ、今なんかいい匂いした。今うちの家の中もいい匂いするんですわ。ジャスミンがもう咲き出してポン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 、ジャスミンで花は
溶けるぐらいの匂いしてます。今シーズンジャスミン咲き終わったらもう全部もう取ろうと思ってますね。あれはもう止めどなく広がっていく、つるで、根っこもつるでし、その茎というかつるもつるやから、やっぱり養分というか和製と違うのは強い。お、クローバーがよく咲いてます。小学校時分クローバーを取って首飾りあんだな、学校の帰り道そんなんやったような俺記憶あるな。どこで車止まっとるやんか、セコヤか。